コルディアは三菱自動車工業で製造されたクーペ型の小型乗用車である。同時発表された4ドアノッチバックセダンのトレディアと同じくミラージュをベースに作られており、4足 MT 車のトランスアクスルにはスーパーシフトも搭載されていた。ベースとなったミラージュが実用的な2ボックススタイルのハッチバックだったのに、対しコルディアはファストバックスタイルを採用し、 スペシャルティカラーの強いハッチバッククーペだった。カープラザ店ではコルディア XP として、ギャラン店ではコルディア XG として販売されるも、販売からわずか1年5ヶ月でコルディアに統一された。XP、XG ともにフロントマスクが異なり、XP はグリルレス風のデザインとなっていた。コルディアはトレディアとともに北米やオーストラリアなどにも輸出が行われた。 エンジンは国内仕様と同じ排気量のキャブレターと EC ターボが展開され、キャブレターのみながらも 2000cc の G63 バイトも選択できた。G62 バイトターボは1985年までは国内仕様の TC-05 よりも1サイズ大きな TC-06 タービンが用いられており、下級圧もかなり高めに設定されていた。コレディアは日本国内では 販売面で振るわなかったが、日本国外では、パートタイム 4WD のハイパワーターボ車という、側面で、そこそこの評価を得ており、南アフリカでは1990年まで、販売されていた記録が残る。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第81号9ページより、オフィシャルヒストリー・オブ・ザ・コーディアトレディア・アーカイブド2010年3月2日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。 三菱モーターズサウスアフリカウェブサイトありがとうございます。